はい、どうもことです。今回はですね、やばい T シャツ屋さんのかわいいの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングの、BPM が、クリックと合わすとちょっとずれていくので、だいたい194とかそれぐらいなんですけど、まあフリーで大丈夫です。はい、じゃあ早速解説していきます。はい、じゃあイントロをちょっと一回弾いてみます。はい、ここは全部パワーコードです。コードのルートの音と5度の音だけで弾いてます。僕人差し指と薬指でやってます。で、小指で、上の 1,2,3 弦をミュートして、で一番下の6弦は中指でミュートしてます。小指でやる方が一般的みたいなんですけども、まあどっちでも押さえやすい方でいいと思います。はい、じゃあコードの、ルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が5弦の4フレットですのパワーコードで、次が、6弦の2フレットですで、次が6弦の4フレットですで、2フレットに戻ります。はい、イントロはこれの繰り返しです。はい、右手なんですけども、ストローク、このリズムです。必ず右はこの振りを一定にして、こう変にダウンだけで弾かないように、でもリズムが狂いやすいの でイメージとしてはコードチェンジの時に軽く、ブラッシング挟む感じで、ってやる方がかっこいいと思います。普通に弾くと結構のべっとするんで、あとまあカッティング挟んだ方がちょっと余裕が出るんで、この間に次のコードを押さえとくっていう感じですね。はい、じゃあ次 A メロいきます。はい、じゃあフレットをまた言っていきます。最初が5弦の4フレット、次6弦2フレットです。でそのまま4フレットで、5弦4フレットに戻って、ここですね、ここがルートの音だけ動かします。人差し指だけ3フレットに移動してます。で次6弦の6フレットです。4フレット2フレットで4に戻って、これの繰り返しです。ここの部分が指開かないって人はやっぱり小指の方がいいかもしれないです。はい、じゃあ最後、サビ前の上昇フレーズやっていきます。はい、これ下にタブ出します。
結構綺麗に、テンポ結構早いんで、綺麗に弾こうと思ったら、ちょっと練習が必要かもしれないです。なるべくこの弾いてる弦以外は全部ミュートして、この時は、人差し指の先で6弦をミュートして、で、あと小指とか使ってない指使って、弾く以外の弦は全部ミュートしてます。この時も人差し指の先で5弦をミュートしてます。まあ実際他に音いっぱい鳴ってるんで、そんなに神経質にならなくても、まあ、雑に弾いても多分バレないんで、もうロックなんで、パンクロックなんで勢いでいいと思います。はい、ガシガシいきましょう。じゃあ最後サビですね。あ、ごめんなさい、ちょっと順番間違えました。サビ前に B メロありましたね、ごめんなさい。ちょっと順番逆になるんですけど、そっちやります。はい、これやってさっきのフレーズですね、上昇フレーズです。ここは、6弦の6フレットから順番に、はい、じゃあ最後サビやります。はい、サビはカノン進行ですね。まぁ、ちょっとググってもらえばわかると思うんですけど、このコード進行を使えば絶対名曲になるって言われてるんで。全然メロディーなくてもなんかいい感じでしょ。はい、結構使うコード多いので下にタブ札します。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わります。またリクエストあれば下の概要欄じゃないコメント欄にお願いします。各種 SNS 下の概要欄に貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あと最後にチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた。